ホリエモンチャンネル。でっかいね。堀江貴文です。晴れ女の私のおかげだね。皆さんこんにちは、寺田由紀です。はい、真の晴れ男、よっちゃんです。よろしくお願いします。それでは今日の質問です。困難な課題に突き当たり、解決策がわからない時や、くじけそうな時、堀江さんはどんなマインドでそれらを乗り越えていますか？起業をしようとしているのですが、課題は山積みで、解決策も手探りなので、どうしても不安になってしまいますという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ゲストはおなじみよっちゃんさんです。はい、よろしくお願いします。はい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 、よっちゃん、回答いこう。はい、はい、ということで、私はこう答えました。解決策を考えるのが好きだからな、結構燃えるんだよねっていうふうに思ったんですよ。経営者してたりとかさ、いろんなことにチャレンジしてる人って問題ってずっとあるじゃないですか。これ経営者だけじゃなくて、まあ女優やっててもずっと問題があるわけじゃないですか。いやもう常に、ね、その都度そう、ね、まあ、あの逃げるというチョイスもいいんだけど、乗り越えていったりとか、解決策考えるとか。俺はね、なんかね、解決策考えるの大好きなんですよ、うん、困った時にうーんと考えたら、あ、こういうやり方あるんじゃん思って、それがうまくいったりするとめちゃくちゃ快感ですよ。まあ、逆に僕もそうですけど、こう問題とかなくて解決する必要がなかったら僕とか必要じゃなくなるから、うん、で大体さ、起業しようとしてるのですがって、まだしてもないんでしょ、うん、してもないのにもう問題とか考えて、その時どうしようみたいな、もう不安、もうやめとけ、怖がってるんですね。課題は山積みで、解決策も手探りとか、うん、田舎でゆっくり暮らした方がいいと思う本当。でもそういうタイプの人ですよね、うん、アポロ13って映画見た方がいいです。よし、じゃあアポロ13見ましょう。見ましたか？見ましたよ、アポロ13。アポロ13なんかもうめちゃくちゃ困難で、うん、まあね、これやんなかったら死ぬっていう状況ですからね。アポロってあのアポロですか？はい、そうですね、月に行くアポロなんですけど、あの月着陸船というか、月に行く、うん、あの地球周回軌道から月に行く軌道に行く軌道船が爆発して、あのもちろん月にはもう着陸できなくなったんだけど、帰ってくるのも難しいみたいになったんですよね。でそれを例えば二酸化炭素のフィルターが故障してるから、じゃあありもので二酸化炭素のフィルター作ろうかとか、うん、もうありとあらゆることやって地球に帰ってくるんですよ、うん、うわーすごい。でもうそれこそすごい困難だし、うんうん、くじけそうな時なんだけど、もう見てるとそういう悲観的なこと一切考えてないんですよね、うんうん、その宇宙飛行士の人とか、うん、地上でそれをバックアップしてる人って帰ってくることしか考えてない、うん、そう。だからね、この起業したいんだったら、起業してうまく成功してやりたいことをやっていくんだってことだけを考えればいいと思う。そう。でそこを考えてたら、もちろん困難と言われれば困難はあるんだけど、別に困難じゃないから、うん、アポロ13の人たち一人も、ああもちろんその、うん、家族とかすげえ心配してんだけど、うん、あのスタッフっていうかクルーとそのあの地上局にいる人たちは誰も諦めてる、うん、諦めてるとかっていう単語が出てこない、うん、あの諦めんなとかじゃなくて、うん、どうやったらできる、うんうん、だどうやったらできるから来てるから、うん、やっぱ宇宙飛行士の人ってそういうマインドですよね、うんうん、じゃあどうやったらできるかをどんどん考えていきましょうっていうことで、どうやったら帰れるだろうって考えるですかね、はい、うん、はい、ということでですね、本日は今回の収録ラストご飯が、ラストご飯、はい、まだご飯が用意していただいているんですが、すごい美味しいさ、止まんないですね、うんうん、このまあ、玉ねぎも美味しいね。めちゃくちゃもう飴色に炒めてある、うん、あの玉ねぎがね、玉ねぎ、うん、そう、浮いてるじゃないですか、で落ちたんです、うん、そう、あの肉がうまいのも当たり前として、うん、その入ってる野菜も美味しい、うん、ということでがっつり食いましたが、はい、今日もありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。